にちは、ひろちゃんです。今日ね、銀座で予約しないと買えないっていうね、モナカ。まあ、昔ね、会社の上司の人にね、ごちそうになったことあるんですけど、それご紹介します。こちら、じゃーん、銀座空屋さん。これね、モナカなんですけど、店頭販売しかやってなくて、なおかつ予約じゃないと買えないんですよね。それでね、これ名刺みたいな、お名刺みたいなのをいただいてきました。銀座空屋さん、早速ね、中開けてみたいと思います。贈答用っていうかじゃなくて、自宅用でお願いしたんで、なんていうんですかね、パッケージはこう簡易的な、まあ、ここに空屋さんって入ってますけども、これちょっと簡易的な、包装ですかね。で、今日ね、今日はひな祭りの3日で、賞味期限が7日なんで1週間持ちますね。で、原材料も余計なもん入ってないですね。砂糖、小豆ともち米、水飴、塩ですね。ちょっと開けてみますね。ちょっと破っちゃいますね。これね、でもこれ自宅用なんですけど、すごいですね。あ、こういうの入ってんだな。これ、これなんて言うんですかね。ちょっと読めないですけど、いろいろね、こう書いてあります。創業は池の旗で、って書いてありますね。いろいろ細かく。なんか夏目漱石さんとか歌舞伎とか愛されてたみたいなこと結構書いてありますね。あ、これ裏に地図も出てますね。地図、ちょっとピント合うかな。合わないですね。ちょっと地図がじゃーん、こんな感じですかね。銀座の並木通り、こうシャネルのすぐそばになりますね。あ、そういえばね、そう、これ近くにね、三笠会館つって、これちょっと高いっていうか、ちょっと有名なレストランっていうか、これなんかいろいろ入ってるビルありますよね。その近くですね。よし、ちょっと中行きまーす。おー、すごい美味しそう。空屋さん。ね。これちょっと香ばしいって書いてあるんで、ちょっと、なんかね、ちょっと、見てみましょう。あ、ちょっと一個いただきまーす。空屋さん。ちょっと匂い嗅いでみよう。わっ、これ、皮がね、すごく香ばしい。すごい、ちょっと焦げたような、いい匂いする。ちょっと食べてみよう。あ、美味しい。あ、ちょっとこれ粒なってますかね、中ね。私粒あん好きなんで、これ最高ですね。空屋さん、これなんか食べ方が書いてあって、最初はパリパリっと、なんですか、皮がしてて、そのバランスがいいなんて言って、で、次の日食べると皮とあんこが馴染んでサクサクっと美味しいなんて書いてます。で、最後ね、お湯に溶かしてお汁粉にするといいなんて書いてありました。これね、前ご馳走になった時はね、そんな貴重なもんだって知らなくて、で、なんか。そんなに
なんて言うんだろう、感動なかったんだけど、よく知ってから食べると、やっぱこれ、よく味わって食べるとね、やっぱすごい美味しい。皮はね、すごい、こう、なんか、若干なんて言うんですかね、こう、焦げたよ、焦げたって言い方悪いですけど、こう、香ばしい匂いがして、あんこは、少し、ほんのちょっと甘いぐらいですかね。まあ、さっぱりっていうよりも、ほんのちょっと甘くて、この、結構バランス、いいですね。ぜひこれ予約しないと買えないし、店頭っていうかお店実際行かないといけないんで、まあちょっと大変なんですけど、まあ、あらかじめ銀座にね、買い物とか行く予定ある人は予約して、まあ、電話でいいんでね、電話で予約してそれで買ってください。なんか一応買う日にちと時間私指定して、行きました。でもなんかこのお店すごい人気あるんでね、指定した時間でもまあ2、3人、まあ、すぐお店の中入れるんですけど、2、3人並んで買いましたんで、すごく美味しいんでね、これ1個ね110円なります。で、私自宅用だったんで、これ箱代もかかってないんで、こう大量に買ってね、なんていうんですかね、配ったりとか、そういうのもすごくいいと思います。よかったらこの銀座クーヤさん、ね、美味しいんでぜひ食べてください。それじゃあまたね。みんな花粉症大丈夫ですかね。体に気をつけてください。さよならー。